ここに表示してるのが結果です。赤字のところが間違ってるところです全部ね。間違ってんじゃないですか、これ。いやいや、まあ、リスニングは全滅ですけど。これが受験英語の弊害ですよね。やっぱリスニングできないっていう。リスニングってやっぱり普段ね、聞いてないと聞き取れないんですよ。え、私今日12日もある。でも私今日12日ない。こんな感じでパッて言うんですけど、絶対聞き取れねえ。聞き取れないんですよ。おお、なんか急に始まったぞ。ハロー。プリーズスタートレッスン。Yes. By the way, good evening. Good evening. Yes, good evening. I am funny. Funny. Okay, understood. I love money. 聞き取れましたよ、これは。ちょっと英語のを復活させると聞き取れるのか。良かったのは、ちゃんとフルセンテンスで答えようとしてたんですよね。Yes, he is. Yes, I am. No, I'm not. こうやってこういう感じでちゃんとフルセンテンス使っていけば、体で覚えるっていう感覚がつかめるので、はい、話すようになりますよ。なりますか？はい。はい。もう話せます。もう成功しました。よっしゃー日本って6年間英語教育やるじゃないですか。はい。だけど、まあ、大学受験に受かったら多分その後使ってない人一生いると思うんですよ、はいはいはい、けどいっぱいいると思うんですよ、はいはい、僕も結構その口でボロボロなんですけども、今回では別にあれですよ正直、はい、一緒にやりますけど、はい、俺が上達しなかったら御社のイメージがだだ下がりますから俺は本当に別に嘘言わないし大丈夫多分できないふりはできてもできたふりはできないですからビジネス英語大事なのは、ね、3つのポイントがあるんですよ。そう、3つのポイント。シンプルSimple. Simple. Simple ですよね。簡単。Polite. Polite. Polite. 正直。まあ正直、丁寧、親切に。親切みたいなね。全然違う。親切に。はい。Polite. そして3つ目が Effective. Effective. 効果的。そうです。そうです。Effective. もうこの3つなんですよ。で、英会話と、うん、そのコーチングがあるわけですよね。そうなんですよ。コーチングは、まあ基本的には1週間に1回ミーティングをさせていただいて、はい、まあ、進捗確認と、はい、まあ、学習の振り返りだったり、うん、弱点分析して今後何をしていきましょうっていうのを提案していったり。弱点分析、はい、あったかもね、丸山さんと初対面みたいな空気で挨拶しましたけどもう一回もね、コーチング受けたんですよね。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら、スピーキングチェックに移っていきたいと思います。もうすぐ顧客が来社する時間だ。でもトイレに行きたい。もし自分がいない間に来てしまったら会議室便に通すよ。ランディに頼んでおこう。I'm emergency toilet. Okay. So, if my clients come here, please say go to conference B room. はい、ありがとうございます。これむずいわ。後半の結果、フィードバックの方に移っていきたいと思いますが、はいはい、まず事前の英語力チェックの方に。これやべえな、本当に。ここに表示しているのが結果です。はい。赤字が間違ってるところです。え、何がですか？何が赤字のところが間違ってるところです、ね。全部間違ってるんじゃないですか、これ。いやいや、まあ、リスニングは全滅ですけど。あ、これ、この間の試験ですよね。あ、そうです、そうです。うんうんうん、はいはいはい。まあ、リスニングはちょっと置いといて、文法とか語彙力のパートっていうのは、まあ、比較的正解できていますね、はい。全く使ってないよね。文法とリーディングはできてるんですよ。文法すごいですよ。そう。で、リスニング1個惜しかったのが、この5問目のところですね。ドロップインチケット。これ、スペルミスです。ああ、でも、聞き取れた気しましたけど、何言ってるかよく分かんなかったですからね。すごいですね。頭から5問、フェルス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 。いや、8問か、フェルス、フェルス、フェルス。うん、あれでもちょっとリーディングも全然間違ってんじゃないですか。リーディング大丈夫ですよ。合ってますよね。はい。リーディング合ってるよかった。意味は伝わってるので、はい、うん、大丈夫です。なので、まあ、リーディングとか文法のパートは素晴らしいですね。よくできてるので、うん、まあ、中学英語のような文法の基礎的なところはしっかり知識として持ってると、なかなか。やっぱね、これが受験英語の弊害ですよね。やっぱリーディングできない、リスニングできないっていう。まあ、ちょっと細かいところ。見ていく前に次のスライド、こちらの図をちょっと見ていただきたいんですが、これ英語を話すときに起こっているプロセスを図解したものです。で、この資料の中の左側の重要スキルというのが、まあ、読む、聞く、インプットの部分ですねを指して、で、右側の算出スキルが書くとか話すのアウトプットの部分を指しています。で、会話においては、まあ、左側がリスニングで、右に流れていくイメージですね。右側がスピーキング。
で、何が、会話の中で何が起こってるかというと、まず最初、音声知覚という、英語を音として捉えるプロセスがあります。で、この段階ではまだ単語の羅列で意味は分かっていない状態。なので、続いて意味処理というプロセスで、このベースなる語彙だったり文法力を使って何を言ってるのかを理解します。で、この音声知覚と意味処理が合わさって、リスニングができるという状態になります。で、続いて、相手の言ってることや自分の言いたいことを、考える概念化というプロセスがあって、ここからまた語彙力、文法力を使って言語化して相手に伝わるように発音していくといったような流れですね。で、普段日本語でも無意識にこれができているんですが、まあ、言語は変わってもやっている仕組みは同じということですね。はい。ですので、まあ、このプロセスに当てはめると、高橋さんの場合、ベースなる文法力、この部分は十分持ってはいるものの、弱点として、まず一つ挙げられるのは、まあ、もちろんリスニングの部分ですね。で、特に、一番最初のディクテーションのところですね。まあ、リンキングと言われる音声変化、リンキングと言われる単語、音声変化に弱くて、細かいところまで聞き取れていないっていうところが挙げられると思います。で、そしてこの意味処理の部分。で、ここは、まあ、特にこの二つ目のリスニングパートですね。この3問落としてますが、少し長めの文章になると、意味の理解に時間がかかって、ちょっと待ってくださいよ、これ。なんですか、to change a part of her selections を、to order meat tacos for her college ってもうどういうことですか、これ。全く多分文章の文脈を読み取れてないような状況が起きてたと思います。タコスなんて一言も出てきてないじゃないですか。そういうのね、ありますね。TOEIC でも後から聞いてみると、全然意味違うこと答えてたみたいな。どういうことこれ、大学に行くためにタコスをオーダーしたみたいになってますよね。で、オーダー、大学に行くために、フォー、ハー、これリーグ。あ、違う、これ、同僚ってことだ。これ、多分、同僚のためにタコスをオーダーするみたいに思ったんですけど、これ、正解は日本語どういう意味なんですかこれ、To change a part of。まあ、選択を変えるってことです。全然違う、タコスとか関係ないじゃん。何なんですかこれ。はい、で、2つ目、これ先ほどお伝えした意味処理のところにも大きく影響してくるんですが、まあ、もちろんこのベースの部分、一定のところは知識として持っているとは言ったものの、まだまだここの文法の精度を高めていくことが、まあ、課題として言えると思います、うん。まあ、要はリスニングに置き換えると、聞きながら文法のルールを一瞬で適用して意味処理ができるかといったところで、その文法の精度だったり瞬発力っていうところが課題として挙げられるということですね。なので今話していると2つ、リスニングの部分と、文法の精度部分ですね。で、この文法の精度って部分はスピーキングの言語化っていうところにも影響してきます。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、はい。そしたら、スピーキングチェックの方のフィードバックに移っていきたいと思いますが、だいぶなんか話スピーキング慣れてるような感じも。あれ、今ですか、今のやつですか。今のやつです、今のやつです。で、右側に、はい、回答例が書いてます。10問、はい。はい。なかなかこういう機会ないと思うんですが、なんか結構スムーズに英語出てきてたような気もしますが。どうなんですかね、その、伝わってんのかって話ありましたけどね。あ、でも、大枠、意図はすごい伝わってたと思いますよ。僕は、言いたいことがすごい分かったので、なんか自信なさそうに、文法が、合ってないから喋らないとかっていうことが全くなくて、もうとりあえず伝えようっていう意思を感じられたのと、自信満々に自信満々にね、間違ってることは、はい、ね、それ日本人ってなかなかできないので非常に重要です。はい、ありがとうございます。あと、ここに対応力っていうのが書いてあると思うんですけど、うん、これが、もう一つの課題かなというところですね。今メモったんですかこれ、聞きながら。あ、はい。あ、はいはいはい。例えば困った時に切り抜けられる力だったり、まあ、自然に会話を運ばせる力、好印象を与えるための技術といったようなところですね。あとは、まあ、上司との会話の設定もあったと思うので、ワンオンワンミーティングのところですね。で、ここで高橋さん結構そのダイレクトに、単語の羅列で伝えてたような感じはあったんですけど、そこで、丁寧な聞き方ができるかとか、好印象を与えられるかとか、そういったところ。命令系で言ってましたよね。期限を伸ばせみたいな。それもありましたね。上司もいいかに、復習で、One week, one week, one week later, チャットミーティング OK? One, one. そんな感じありましたよね。ここなんか丁寧に言わなきゃ命令系だと。でも、プレゼン6番とかは、
I went, it went well でもいいですけど、そうそうだけでもいいんじゃないですか、ダメなんですか？うん、全然伝わります。そうそうみたいな。なるべく簡単に言おうみたいな。これ多分同僚っていう設定だと思うので、デイブがっていう。まあ、カジュアルな感じで全然いいと思います。すいません。あとは、あれですね、4番のランチに誘われたけどっていうのは、最初、サンキューっていう、とりあえず誘ってくれたことに対するお礼を言うっていうのは、この対応力の部分なので、うん、そこは非常に良かったと思います。なるほど。はい。なんで、そういう対応力ですね。まあ、あと簡単な例を挙げると、まあ、去り際にグッバイだけで終わらせずに、ハバナイスデーとか言ったり、ね、あとはその話して感想を伝えたりとか、そういったことができるかっていうのが、まあ、今後ビジネスパーソンに求められるっていうスキルとして、対応力っていうのが、挙げられます。なるほど。はい。で、どんなに語彙力があって正確な文法でアウトプットできたとしても、これらの対応がないと、対応力がないと、まあ、ある種の違和感を相手に感じさせることになるので、まあ高橋さん の最終的な目標である、まあ、外資系企業との、まあ、交渉、商談、売り込みっていう目標においては非常に重要な部分になってくるかなというところですね。では、具体的にどういったことに取り組んでいくのかという話をしていきたいんですが、実際にやるトレーニングを説明していきたいと思います。はい、大きく3つです。とりあえず、レッスン受講と、予習復習、あとはシャドーイング。はい。で、一個一個説明していきたいと思います。まず、レッスンですね。で、レッスンに関しては、インプットしたものを意識的に大量に使っていくことで、自然に使えるようにしていただきたい。はい。ということですね。で、基本的には1ヶ月間毎日受けていただけるっていうことでよろしいでしょうか？毎日でしたっけ、はい、週3じゃなかったでしたっけ毎日でしたっけいや、毎日やりましょうか。まあ、でもね、上達したいから毎日やってみます。ちょっと頑張ってみます。最低ライン一応5回とかに設定しておきます。5ですか ?5 やらないとダメですか？で、1ヶ月で質疑応答まで行きたいですよね。グレッグにね。はい。行きたいですね。5行っちゃいますか？ちょっと5やってみましょうか。1回何分でしたっけ1回25分です。1回25分、5、やりましょう、やりましょう。時間、まあ、その時間の学習プランというのは、ちょっとまた後でお話ししましょう。いや、もう絶対とは言わないけど、なるべくやりましょう。あれなんかちょっと下げてきました。やります、やりますよ。では、続いて予習復習です。予習復習は、インプットで非常に、大事なところですね。で、具体的には、レッスン内で想定される質問に対する答えを準備していくこと。これが予習です。で、この準備をしておくことによって、知識の吸収を効率的に行うことができます。はい。で、これ一応教材サンプルなんですけど、右側のものが実際に、使われるものですね。で、具体的には、この C パート、最初の部分ですね、を読んで、単語や本文を確認しておく。そして音読もしておく。そこをやっとく、見ておけばいいんですね。はい。予習として、ここの本文確認して、わからないところをチェックしておくと。で、次に、このトライパートとアクトパートっていうのがあるんですけど、質問が来ます。レッスン中に。なので、そこで答える英文を準備しておくっていうことですね。うんうんうん。まあ、事前に準備をしてない状態ですと、まあ、レッスン中、意見を考えるということに意識が向いてしまうので、まあ、自分で組み立てた英語に対する気づきの部分が少し弱くなってしまうんですね。はい、なので予習をすることで、レッスンで発話の練習だったり先ほどの対応力ですねの部分にもフォーカスすることができる。でそれがより効率的な、インプットにつながるというところです。はい。なので予習は、非常に大事になってきます。全然1日25分じゃないじゃないですか。そしたらそうです予習これ何分ぐらいかかるんですか？予習は大体でも15分ぐらいやればっていうところだと思うんですけど、1日40分ですね。じゃあね、 あとでもシャドーイングもあります。おぉ、シャドーイングって何でしたっけ？復習？いや、復習はまた別です。え？ちょっと話が違えな、俺が聞いてた話。はい。はい、ありがとうございます。で、復習ですね、続いてここにも書いてあるんですが、まあ、具体的にはテキストを再度音読をする、そしてレッスンで使用した表現や添削された内容を、まとめておくというところですね。で、続いて、シャドーイング。これはレッスン以外のトレーニングで、リスニング力向上のために行うものです。でシャドーイングってあまり聞いたことないですかね。はい。ないです。シャドーイングっていうのは、まあ、聞こえてきた音に、まあ、影のようについて発音していくっていうトレーニングですね。シャドー。
で、リスニングなのになんでスピーキングって思われるかもしれないんですけど、うん、あの人間って自分が正しく発音できる音だったり、うん、そのスピードで言えることっていうのは聞き取れるようになるんですね、うん、なので、まあ、まずは自分が音を発音できるようにして感知する力を上げるというアプローチになります、うんうん、はい、はい、なんであの抑揚とかアクセントも思い切って真似した方が早いです、うん、あの上達が。なんででもなんか昔やってましたよ、なんかその NBA 好きだったから、はい、NBA のかっこいい実況、マイケル・ジョーダン is injuring on the floor みたいな、なんかすごいかっこいい英語でやっぱ喋る。そう、やっぱ確かにシャドウイングするとかっこいい発音になるんですよね。うんうん、そうです。injuring on the floor みたいな、かっこよくなるんですよね。あとまあ歌とかもそうですよね。あの洋楽とか真似してると結構この辺はあのリスニング力も基本的にはすごく高くなってくるはずです。そうですよね。うんうん、そのままコピった方がいいですね、じゃあね。そのままコピった方がいいです。はいはい、わかりました。はい、でここまで、お話を整理すると、まあ、取り組んでいただきたい内容としては、レッスンと予習復習とシャドーイングということで、まあ、レッスンは25分で予習復習15分でシャドーイング大体1日20分ぐらいお願いしたくて、はい、あれちょっと待ってよ、1時間全然あれ週25分を3、4日って聞いて俺 OK っつったのに1日1時間週5回じゃないですか。1日1時間確保したいですね。でもそれで喋れるようになる可能性高まるわけですよね。そうです、そうです。あの正直25分3、4日だと1ヶ月後その状態には持っていけないです。高橋レベルのあの壊滅的な英語力だとタコスを発注するみたいな文章を書いて聞き間違いしてるようじゃダメですもんね。あのでも隙間時間見つけてトータルで1時間にしてもらえればいいので、はいはいはい、まあ、レッスンはもちろん続けてですけど、例えば予習復習も、ちょっと携帯でチラッと見たりとか、はい、シャドーイングは、例えば、まあ、歩きながらとか、まあ、口を軽く声出さずに動かすっていうだけの効果あるので、はい、そういうやり方でもいいです。OK です。では、一通り、お話しする内容は以上になるので、まとめに入っていきたいと思います。で、まず、長期目標として、まあ、外資系企業との交渉、商談、売り込み、で、それに対して挙げられていく課題だったり、鍛えていくポイントとしては、リスニング力と、文法精度と、対応力というところになりますね。で、直近で、取り組んでいく内容としては、レッスンがある日はマックス、1日1時間を目安にして、レッスンと予習復習15分とシャドーイングを毎日20分といったところから始めていくというところですね。はい。といったところで、本日の内容は以上となりますが、何かご質問ありますか？まあ、でもなんか確かに英語ペラペラな外資の人とかってかっこいいなと思うんですけど、まあ、でもなんかそうさりげなくやるけどその裏にめちゃくちゃ血の滲むような努力ある方もいるわけですよね。帰国者じゃなくてね。まあ、そういう意味で言うと、はい、私もちょっと頑張りたいと思います。うん、ちゅうわけでね、丸山さん。はい、お疲れ様でした。タコス。何ですかタコスって。どうでした？1回目のコーチングやってみて。まあ、高橋さん人柄もあってすごい楽しくお話はさせていただきましたけど、まあ、なんでしょうね、コミュニケーション能力が非常に高いっていう印象を受けたので、なんか英語力以前にビジネス英語を覚えていく上での素質がすごくあるなとは感じましたね。コミュニケーション、はい、コミュニケーション能力と英語って関係あるんですか？あ、でも関係あるか。はい、関係はないですもんね。お話もあったと思うんですけど、うん、課題何でしたっけ？俺もう忘れちゃったんですけど、まあ、リスニングが全滅でしたね。リスニングが全滅でした。あ、はい、どう思います、伊藤さん？いや、リスニングってやっぱり普段ね聞いてないと聞き取れないですよ。うん、さあね、英語も話すときに What's your name? How are you? こんな風に喋れないですよね。そして私も最初日本に来たときに全く聞き取れなくて、例えば、はい、今度飲みに行きましょうよ。うん、今聞き取れました？今度飲みに行きましょう。まあ、なんとか僕は聞き取れました。わかりますよね。はいはい、今度飲みに行きましょう。でも だいたいふにゅにゅって言っても聞き取れますよね。はい、今度飲みに行きましょうよって聞いてるんですけども、うん、英語もそんな感じで話すんですよ。うん、さあね、hey, Let's go drinking tomorrow、うん、とか Let's go drinking tonight、うん、こんな感じでパッて言うんですけど、絶対聞き取れねえ。聞き取れないですよ。そして私最初日本に来た時に今度の今度飲まな飲まな飲まな、うん、no, 飲みにって、うん、こういう説明があってようやく、あ、今度飲みにっていうのは、うん、この飲みに飲みにだけで通じるんだっていうのが、なるほど、分かって聞き取れるようになったんですよ。うんうんうん、はい、英語も同じなんですよ。うん、そうね、hey, Let's go drinking tomorrow. Let's go drinking tomorrow.、うん、この Let's go drinking が Let's go drinking. Let's go drinking になるっていうのを分かれば、次聞き取れるんですよ。これってどうしたらいいんですかね。いや、それはもうエクスパートが
いるので、いやいやいや、それはね、すぐね、すぐに治らないですよ。それはすぐに治らないです。あのリスニングというのはいろんな要素が、うん、あの影響してるんですよね。はいはいはい、そう、一つだけではないんですよ。でも、うん、まあ文法がちょっと弱いと聞き取れなかったりとか、単語力が低いと聞き取れなかったりとか、うん、慣れて発音に慣れてないと聞き取れなかったりとか、うん、内容に詳しくないと聞き取れないとか、そういうのもありますよ。はいはい、例えばあの私カナダ出身なんですけど。おおお、あ、なんか急に始まったぞ。ハロー、あ、ハロー、あ、塾じゃん、あ、こ、じゃあ今日実際レッスンやってみるわけですね。でもやってみよう、この流れで。ハロー。ハロー。Please start lesson. Yes. Well, but by the way, good evening. Good evening. Yes, good evening. Again, I am trainer Mayette from Bizmates. So, nice to meet you, Mr. Hiro-san. How are you? I'm fine, thank you. How are you?Mm-hmm. I'm also fine. Thank you for asking. What so, kind of country do you live in? Yes, or you can also say what country do you live in? あ、そうか。What country か。Yeah, that's right. I live in the Philippines. Philippines, okay. Mm-hmm. What kind of part in Philippines? Or what part? What part? Yes, what part?Do you live do you in live? The Philippines? Do you live in the Philippines? Mm. Mm. That's right. I live in the Visayas area. Visayas. Well, thank you so much for booking the class. Shall we start your lesson for today? Huh? Are you ready for the class? I'm ready for lesson. For the lesson. Okay, so let's start.You are in BizMates program, level 1, rank A, level 1. Yeah. So, yeah. Can you please read the title? Yeah? Please read the title. Title? Yes. I, you. I, you, he, she, it, we, they. Exactly. Yes. Okay. Yeah. Yes. So these words, these are usually used in a sentence. Yes.Yes. Yeah, so today we will know how to use them in a sentence. Let's start with the C part. C. Yes. Can you please read the blue box? Yes. Okay, so you have to talk about yourself, your boss, if you have a boss, your colleagues. So let's start with yourself first. Me? Yes. I'm Hiroki Takahashi.Japanese. I'm Japanese. My job is video director. My personality. Okay. I am funny. Okay, understood. I love money. Money. Okay, understood. Okay. And I 経営するってなんて言うんだろう。難しいね。難しいっすね。A company. I run a company. Make video company. Making video company. Company of making video. Yes, is a video maker company. Video maker company. Video maker. Yes. Okay. Video maker, like videos in social media, something like that? In social media, yes, YouTube. Oh, okay. Yes. My company is a video maker. Understood. Thank you so much. Yes. So, I think that you don't have a boss, right? Because you are the boss. I am a boss in my company. Yeah, so yes. You cannot talk about your boss. But you can talk about one of your colleagues. My colleague? Yes. Yes, yes. My colleague, I have my colleague. Yeah. She
Her name is Chao. She is Chinese. Chao. Yes. Very kindful person. She loves money. Yes. Thank you so much. Yeah. I think you have talked about yourself and your colleague, and you used the words that we have. I, you, he, she, it, we, they. So please don't forget in them when you make your sentences. Okay, but thank you so much for today. Thank you. And I think, yeah, I think we've finished lesson one. So the next lesson will be lesson two. Yeah, thank you so much. See you in the next classroom. See you in the next class. See you class. Next time, okay. Yeah, thank okay. you so much. Thank Bye. You, today, thank you. いや、難しいわ、これ。いや、めっちゃ疲れるわ。素晴らしい、素晴らしいですよ。素晴らしいですか。いや、本当、本当、先生もそんなゆっくり話してないんですよね。結構チャレンジしてんですよね。なんで、聞き取れなかった時あったんですけど、その調子でだんだん慣れてくると、聞き取れるようになりますから。本当ですか。いやもうだんだん最後の方なんか大体言ってること分かりましたよね、最初は。あまあまあ、それでも確かに25分でも、はい、やると耳慣れてきますね。慣れてきます、慣れてきます、はい、それこれ毎日やってれば、もう3、4回受ければもうスーッと入ってきます。そうですかね、はい、マイヤットさんがいい人だっただけで、普通に大丈夫かなこれ。良かったのはちゃんとフルセンテンスで答えようとしてたんですよね、ただイエス、ノー、ヒーロー、これだけやってたら伸びなくてですね、はい、ちゃんとイエス、ヒー、イエス、イエス、アイアム、ノー、アイム、ノー、こうやってこういう感じでちゃんとフルセンテンス使っていけば、はい、体で覚えるっていう感覚がつかめるので、はい、話すようになりますよ。なりますか。はいはい、ね、よかったよね。そうですね。丸山さん、ちょっとどうですか今のは。いや、なんか正直さすがコミュ力お化けだなみたいなところがありまして、やっぱりその自分から会話を広げようとしているっていうところもそうですし、まあ、さっきお話ありましたけど、単語で終わらせずに、まあ、自分なりの文法知識を引っ張り出して使おうとしているっていうところがあったので、そこはすごく良かったなと思います。まあ、でもやってて疲れましたけど、楽しいかどうか楽しいっすわ、やっぱ、うん、はいはい、なんか俺フィリピンのあの地方知らなかったし、なんとかビレンって言ってましたっけ、なんかブサイアスですね、はいはいはい、興味深いだ、そんなところの人とつながって、はい、ね、だからいろいろもっと話せたらもっといろいろ話せるのになとは。そうなんですよね。で、前回予習復習とシャドーイングレッスンのほかにシャドーイング、はい、トレーニング方法としてお伝えしたんですけど、はい、いまいちちょっと具体的なイメージがまだついてないと思うんですね、どうやっていけばいいのかっていうところ全然ついてない、はい、で特にシャドーイングが、はい、まあ、どうやってやっていくのか、どう使うのかみたいなところもあると思うので、はい、で、まあ、さっきのお話もあった通り、高橋さん非常にお忙しそうなので、もう予習復習とシャドーイングを、まあ、特に予習ですね、予習とシャドーイングをもうくっつけてセットにしてちょっと考えて、なるほどなるほど、いこうと思ってます、はい、で具体的な方法としては、まず前回予習する時の、方法としては、はい、テキスト全体を読むと、はい、で音読をすると、はい、でその後にトライパート、アクトパートの、まあ、質問に対する答えを準備しておくと、はい、っていうことをお伝えしたと思うんですね、はい、で先にできればスクリプト見ない状態で一回音源を聞いていただきたいです。 OK OK、 これ見ない、まだ見てない、はい、はい、あんままだ見てないですから、でその後にスクリプトを見ながら聞く、うん、そうすると自分が聞き取れなかった部分とか苦手なところがちょっと分かるようになります、はいはいはい、そこに意識がいくと、はい、なので一回見ない状態で先にまず一回聞いておいてほしい、はい、はい、でシャドーイングに関してはまた音源を聞きます、うん、でスクリプトを見ながらシャドーイングをする、なるほど、はい、っていう順番で予習とシャドーイングセットでやっていくっていうので、はい、どうでしょう、やってきますそれで、はい、はい、なのでちょっと実際今やって、今音声をまず聞くべきですね、はい、Example、 ここからです。How is your wife, Ken? Is she well? She is fine. Today is our wedding anniversary. Congratulations! What is your plan? Well, I don't know. My wife is busy today. 聞き取れましたよ、これは。奥さんの調子どうみたいな。いいねみたいな、今日は結婚記念日なんだ、おめでとう、なんかプランはあるのか、いや彼女は忙しいんだみたいな、そんなことですよね。素晴らしいですね、素晴らしい、素晴らしい、はい、俺意外にやればできるわやっぱり。ちょっと英語のを復活させると聞き取れるのか、うん、
言ってもセンター試験180点でしたからね、これ。ね、すごいですね。ここで一旦いいので、はいはいはい、次ちょっと見ながら見ながら聞いてみましょうか。はいはいはい、Example. How is your wife, Ken? Is she well? She is fine. Today is our wedding anniversary. Congratulations! What is your plan? Well, I don't know. My wife is busy today. うん。はいはいはい。ご自身の理解とバッチリさ、合ってました。ほぼ、でもちょっと怪しいですけど、文脈で補った部分めちゃくちゃありましたけど。まあでも意味を汲み取れてるんで。まあ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 、はい、How is your wife? 奥さんどうってことですよね。Ken, is she well? 調子はどうだいってことですよね。彼女の調子はどう ?She is fine. 元気だよ。Today is our wedding anniversary. これは聞き取れましたね。Congratulations. What is your plan? まあ、これも聞き取れた。Well, I don't know. Well, I don't know. My wife... まあ、でも無責任なやつだなと思いましたけどね。いや、知らないんだみたいなことあります？夫婦の会話がない、やばい夫婦なのかなっていうのは思いましたけどね。確かに。なんで会話してないんだろうなみたいな。知らないってことはないだろうみたいな。後日やる予定だよとかっていうんじゃないかなと思ったけど、まあ、英語としてはまあ理解できました。うんうん、はい。なるほど。じゃあ、シャドウイングの方に移っていきましょうか。はいはいはい、シャドウイング。スクリプト見ながらでいいので、もう一回ちょっと同じところを流していただいて、はいはい、後ろからちょっと追っかけていくようなイメージで。うん、聞こえた音をそのまま発音するっていう意識でちょっとやってみて。だもう恥ずかしがらずに、なんか英語ってこれ真似るの恥ずかしいけど、はい、完全に真似た方がいいわけですね。Word とかも。そうそうそう。はいはい。OK、そうです。Example. How is your wife, Ken? Is she well? She is fine. Today is our wedding anniversary. Congratulations. What is your plan? What is your plan?Well, I don't know. My wife is busy today. My wife is busy today. 素晴らしいですね。Smooth, very nice. Hey, まあ確かにそうなんですよね。発音とかこうなんだイン、こうなんかこうアクセントの打ちどころが分かんないですよね。でまあ確かにやると、How is your wife, Ken? Is she well? She is fine today. It's a wedding anniversary. そんな感じですか。そんな感じ、そんな感じ。今の大事です。終わった後に自分でも何も聞かないでやってみるっていうの結構大事で、うん、音聞かないでやると意外とつっかえちゃうとかっていうことがあるので、自分でしっかり音読するっていうのも大事です。うん、はい、まあ、いいですね。ここまで、うん、しっかり内容も、チェックして理解できてるってところまで行ったので、はい、まあ、予習に関してはこの後トライパートとアクトパートを、準備しておくっていうところですね、はい、でレッスンの中では基本的にさっきお伝えした対応力とかも会話に集中して、はい、で自分で作った英文を使ってみて、そこに対する、気づきを得ると、うんうん、添削されたらそれをまた復習していくっていうような流れでレッスンを進めていく、ね、これそのこの予習に合わせてレッスン2に合わせて次の人がやってくれるってことですか。そうですそうです。今レッスン今日1やったんですよね。次自動的に2にこれをやっとけば次はこれに関する内容で喋るってことですよね。そうです。あ、分かりました、はいはい、なのでできそうですか。いや、まあ、やりますよ。だってせっかく、せっかく英語を確かに気合い入れてやろうっていう機会なんてあんまりないですからね、はい、これでまあ確かにやって上達すればなんかより楽しくなってくるでしょうし、うん、まあでも何回も言うけどできなかったらビズメイソン。やっぱりこんだけ予習するとレッスンの中ではすごく簡単に感じるんですよ。なるほど。成功事例ができるんですよね、はい、それ毎回成功すると自信につながって、うん、それが状態につながってそれがいいサイクルできるんですよ、うん、予習しないと、うん、あ、今日調子悪いな、今日も調子悪いなって言うと悪いサイクルいっちゃうので、うん、なるほど。予習ってめちゃくちゃ重要なんですよ。なるほどな、はいはい、予習頑張りますよ、そしたら、はいはいはい、それ任せてください。できます、絶対できます、はい、いや頑張ります、それは、はい、もう話せます、もう成功しました、うん、よっしゃー。じゃあこれ楽しみですね。この調子でやりましょう。これで1ヶ月やって、はい、最後1ヶ月後に次回のね、この番組撮ってみてどんくらいできてるのかっていうことですよ、はい、見たいですね。いや楽しみです。ちょっと俺もた約束だからちゃんと勉強しますから、はい、はい、楽しみにですね。 All right、はい、このリハックが普通のですねメディアの番組と違うところは、はい、いかに一緒の取り組みとはいえできなかったらできないのをさらけ出しますから、ね、なるほど、はいはい、リアルをさらけ出しますからよろしくお願いします、はい、All right. Good luck. はい、じゃあ抜け出せズタズタイングリッシュ、今日はここまでということで、See you next time! See you next time! Okay! Bye! See you next time! すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日はありがとうございました。ありがとうございました。で1日もできてないです。
もう言い訳大成人を今からしますと、4日ぐらい地方に行ってたもんで、ちょっとそれもあって今週できなかったんですけど。ああ、なるほど。予習もあんまりできてないですよね。あれ、予習って今日まとめてやってきますわ、ちょっと一回。まとめてね。やんなきゃだったら上達しないですもんね。ちょっとこれでは本当良くないですよね。こんにちは。すいません、丸山さん、もう本当にすいません。今日から絶対やりますんで、ちょっと本当に。お疲れ様です。リスケしちゃってすいません。受けました、授業をちゃんと。はい、確認できました。じゃあもう、バリバリ、いけそうな感じですか？今日から毎日いけます。はい。リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなのも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本部だけなかったちょこっとした話を、したり、意外にそこが面白かったりしてます。あと、生配信とかねたまにやったりしてますんで、皆さんともライブにやり取りしながら、本当にいい、まあ、全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。